今日は七夕か。七夕って確か短冊に願い事を書いたりするあれだよな。ご苦労なこって、あいにく俺は願いが叶うなんていう奇跡はドラゴンボール以外信じてないんや。まあ楽しみたいやつは勝手に楽しんで、給食の七夕ゼリーでも食っとけや。さて、何を願おうか。まあこういうのは小さい願いの方が叶いやすそうだよな。俺は傲慢なバカとは違うから謙虚に行こう。タバコ一箱もらえますように。こんくらいでええやろ、ちょうどタバコ切れてるし。ま、願いなんて叶うわけないか。願いや夢は自分の力で叶えてなんぼや。さて、願いを叶えるためにタバコ買いに行こう。え？タバコや。タバコが上から落ちてきたんだが。え？そうか。願いが叶ったのか。ラッキー。願い叶っちゃった！なんこれすげえ！やっぱ日頃の行いがいいからかな。いや、これもう一個くらいお願いしてもいいよな。でももう紙ないしな。そうだ、さっきの紙の裏に書けばいいんだ。よし、これでオッケー。さあ、あとは願いを叶え。裏七夕、それは一度願いの叶った短冊の裏に願い事を書くと、書いた人間は死んでしまうという都市伝説。裏に書いた願いは叶うのか叶わないのかは誰にもわからない。なぜなら書いた本人がもうこの世にいないからだ。ポメラニアン、ポメラニアン、ポメラニアン。